ハルキゲニア君。二ドン引きする愛好家たちの反応集。また俺なんかやっちゃいました。俺は、びっくりした。力が欲しいか？でけえ害虫。本当のパラディ島の悪魔。進撃の巨人のヘイトタンク。本当の悪人をできる限り書かない配慮極限までされた中で生み出された真の邪悪。頼むから死んでくれ。死んでよう。存在してはいけない生き物だ。無惨様と同類で草生える。ひなみさわにでも言ってほしい。この世に生まれたことが消えない罪。生きたい。2000です。何でもします。生き残りたい生き残りたい。まだ生きていたくなる。増えたい。作中で一番生きたがってたやつ。このバカでけえアニサキスが。意志なんてなくてただそういう生き物ってだけなのが本当クソ。生き物である以上生きていたいって子孫を繁栄させたいというのがむき出しで本当にクソ。ワッカとシーモアロウシみたいに、ライナーは面白いキモさでこいつはネタ抜きのキモさなんだよな。害虫以外の何者でもないのが困る。座標や道を作り出せる謎の害虫。ビチビチしててめっちゃキモかった。生命力に満ちた動きしてた。動脈静脈がしっかりある感じの肌してた。噛まれて赤い血出てたけどお前そんなに色してないだろ。ビターンビターンしてたの可愛くなかった？なんかキシャーって泣いてたしビクンビクン動くしキモさマシマシだったアニメ。もっと透き通ってるのを想像してたけどフルフルみたいな感じだった。エルデの獣みたいな質感かと思ってたけどプルプルしてた。ゆるふわなデザインなのに実害が地獄絵図すぎるだろ。ただの寄生虫は時間を超越しないと思うの。多分人類史上前くらい悪いことした奴はいねえよ。良い感じの終わりを崩壊させたやべえ奴。よくわかんない存在だからスルーしてた結果恐ろしいことになってしまった。ライナーといい感じに相撲を取ってた印象しか残ってない。超古代生物にすらいじめられるライナーとかいう人間。ライナーに生きる希望をとろさせて最後の活躍させたから大好き。これもお作者の化身だろ。フォルム的に作者の弾痕をモチーフとして作られてそう。ただいまより毒ガス訓練を開始する。当然のようにガス攻撃してくるの最悪すぎると思う。引っ張り出されて反射的にガス兵器ぶっ飛してるのか状況を判断してやってるのかわからん。毒じゃねえし強制生物への助けてサインだし生き物ってすごいですよね。アッカーマンはクソ虫へのカウンター的存在だったのか。ハルちゃんは生態通りに生きてきただけなのに最低だよ人類。2000年も仲良くしてくれたじゃないですか。急に手のひら返さないでください。突然無差別に殺されることがどれほど理不尽なことか知ってるはずだろ。どうしてわからないんだ。いろんな奴がいた方が面白いってあの黒い人も言ってたじゃん。人間の嘘つき。散々利用しといて不都合になると害虫扱いなんて人間さんはひどい。13年ルールも共食いもガス噴射からのムクコンボも全部人間から学んだだけなのに。改めて見るとタフだし厄介だし往生際悪いし本当に立ち悪い害虫だな。もうちょっと神秘的な存在だと思ってたけど映像化されると本当にでけえ寄生虫だな。ユミル解体して食わせるのがなければあくまでユミル個人に宿るだけだったはずだから初代王が悪いよ。ぶっちゃけイレンもこの展開は予想外だったのでは。いろいろ考えるとこいつ召喚して殺すための儀式みたいな戦いだった。こいつの死亡シーン内の何なの。誰だってまあいいやバイバイ。本当の意味で誰からも何の愛着も持たれてないのでこの程度の消え方なのかは嘘。死に物狂いでのたうち回ってたから放っといたら死ぬだろとは思ってた。死んだ。害虫の末路としてはだと。でけえ害虫がきれいさっぱり消えて本当に気持ちがいいよ。こんな虫のために何人死んだんだよ。もっと苦しめ。いや、むしろもう好きだな。アニメで特に補完とかされなかったっぽいなこの現況。結局何だったのこいつ。何って、大地の悪魔だが。生命だよ。ゾンビモノでいうところのウイルス枠、すべての元凶でありラスボスを生み出すほどの力はあるが主役ではない、そんな奴だった。太古の昔からいる超常的存在、巨人の力の源、2000年前にユミルに取り付いて2万年後に少年に取り付くんだろう、くらいのことしかわからん。2000年か2万年周期で活発になるっぽい。最後こいつどうなったの？どうなったかってアニメでも描かれなかったよね。よく言えばハルキゲニア君をもうちょっと掘り下げて欲しかったな。結局こいつなんだったんだよ。この物語の全ての根源なのによくわからないまま終わったぞ。
人類に寄生することで巨人化能力を発現させた生命体で、大樹の洞の中に生息しているようで、運悪く人がそこに落ちるとこんなことにって、十分すぎるほどに説明されてる方じゃない？エレンヘッド埋葬地の木が偉いことになってるから。エレン埋めたからなんかまた育ったんじゃねえのあれ。この変な虫とその子たちは、2万年後も大樹と人間の脊髄に宿っているのです。多分。最初の宿主次第では9つに分かれることもなかったんだろうか。巨人も道もユミルの石で生まれてフリッツ王の思いつきでエルディア人に繋がったものだから、2万年後はきっとここまでの事態にはならなかっただろうと思いたい。ユミルの性癖とか性格とかが異常だっただけでこいつに善悪の意識とかないよね。ユミルが座標で砂こねこねしているディアシとみんなに巨人ボディ申請してたのも、ユミルに染みついた奴隷根性の結果みたいだし、あの惨状もムカデからしたら、何それ知らん、怖、な行動かもしれないんだな。エレンほどの逸材じゃないと世界滅ぼすまではいけない。木の中でおとなしくしてるならまあいいのか。世界単位で見たらで巨人の優位性なくなってるから、そろそろ休眠したいなってなってて自分を倒せそうな兵器がなくなるまで寝ててもおかしくないやつ。エルディア人全員の背骨にこいつの子供が入ってたんだろうか。ミトコンドリアに寄生された生物とされてない生物くらいの大きな差あるからエルディア人ガチで別の生物だよな。真面目に考えるとどういう生態の生き物なんだろうなこいつ。寄生先の生物だけ強大化させて自分自身は単一個体から増えないって。本体の役割してるのが東大の始祖の体内の一匹なだけでエルディア人経由で増えてはいるんじゃない？じゃないとランダム継承が発生しないしエレンが自殺するだけでサクッと巨人根絶できちゃうから。こいつの同族自体はおそらく島のクソでけえ木々にまだいる。島にこいつが入ってたくらい大きい大木がいっぱいあるから多分こいつ自体は一体じゃないよね。あれが最後の一匹だったとは限らないのが本当に嫌だ。仮に木に寄生してる個体がいて木がでかくなるなら、生きたいって願いを叶えてるに過ぎないんやろな。多分人間に寄生する突然変異個体がこいつだけだっただけで、こいつみたいな生物はわんさかいるんだろうなあの世界。この害虫寄生先が人間じゃなかったら竜とか怪獣いる世界観になってそう。歴史は繰り返す。こいつの接触時まで遡ってぶち殺して巨人が生まれない世界でエレン誕生エンドとかでなんとかなりませんか。ただの生命だしな、仕方なかったってやつだ。私そういう生物、悪くないね。綺麗に終わると思ってたのに。何も解決してないのに綺麗に終われるわけないのであった。ハンジさん生きてれば何かしら研究してくれただろうに。ヒンメルはもういないじゃない。ハルキ君も人類見てこいつら意思疎通できねえなと思ってんだよ。生き物は生きるために他の何かを犠牲にしなければならない性質を持つ。生きるということが悪そのものであるなら生命の根源とはすなわち悪の根源と断言してもいささの過ちもない。邪悪そのもの。最後の最後に真に分かり合えない相手を出すな。ハルキゲニア全部食わなかったあのロマカリスも悪いところがある。多分これフォルムが酒場バスピスだったらここまで嫌われなかったんだろうな。お前が始めたカンブリアだろ。本当に何なんだよこの生き物。その虫はいついかなる時代においても繁殖を求めて進み続けた。名は、